万人救済主義、万人救済主義、万人救済主義、ユニバーサリズム、A、ユニバーサルレッキンジリーション、クリスチャン・ウナバース・レザムは、キリスト教の非主流派思想の一つ。これは、すべてが神の憐れみによって、救済を受けるという教理、信仰である。すべての人が、結局は、救済を経験するとし、イエス・キリストの苦しみと十字架が、すべての人を和解させ、 罪のあがいを得させると断言する。これはユニテリアン・ユニバーサリズムとは異なっている。万人救済主義は地獄の問題と密接に関係がある。救済に至る方法や状態に関して様々な信仰と見解があるけれども、すべての万人救済主義者は究極的にすべての人の和解と救済に終わると結論る。万人救済の教義。 信仰についての論争は歴史的に活発に行われてきた。初期において万人救済主義の教理は盛んであった。しかし、キリスト教の成長に伴い、それは廃れていった。今日の多くのキリスト教教派は万人救済主義に否定的な立場を取っている。古代にはオリゲネスの思想に見られ、近代のカールバルトも万人救済を唱えたとされている。 万人救済主義とは、キリスト教信仰のあるなしにかかわらず、全人類がすでに救われているという思想である。これに対しキリスト教において、正当とされてきた神学は、アウグスティヌスらが唱え、19世紀までキリスト教会で主流であった、ハイタ主義、イクスクローシビザムである。これは信者のみが救われるという神学である。ダマスカスの周辺の初期のクリスチャン共同体が、 万人救済の協議を提唱したと信じられている。様々な進学者が初期キリスト教において万人救済主義の立場に立った。アレクサンドリアのクレーメンス・オリゲネスラである。近代の万人救済主義者は、それが6世紀にカトリック教会によって根絶されるまで万人救済主義が教会の主要教理であったと主張する。アウグスティヌスが 万人救済主義を強力に否定する前は、様々な神学的考えがあったとみなされている。オリゲネスとアポカタスタシス論は、544年、コンスタンチノープルの総主教によって非難された。また553年の第二、コンスタンティノポリス公会議でこの非難が批准された。多くの異端がオリゲネスと関連付けられた。彼に対するの、アナテマは、アポカタスタシス。 魂の前あり、アニミズム、異端のキリスト論、体の復活の否定であった。宗教改革時代に万人救済説の和解の教義は復興した。エラスムスらがギリシャ恐怖に対して再び関心を持たせた。恐怖の著書が出版され、オリゲネズラ初期の万人救済主義者が知られるようにな。宗教改革時代から啓蒙主義の時代は、 救いと地獄について活発に論争がなされた。16世紀ドイツ人の神学者によって万人救済説が広がった。17世紀にはイギリスにも存在していた。ペンシルベニアのクエーカーは万人救済を受け入れ、この思想は18世紀アメリカの植民地にももたらされた。北米の万人救済主義は積極的、組織的であった。 ジョナサン・エドワーズはこれを脅威と考え、万人救済主義の教えと視聴者に反対し、ニューイングランドの政党的な改修派牧師の立場から多くの著書を書いた。2008年4月7日は地下において、ロシア正教会のウィーン主教、肩書当時、イラリオン・アルフェーフは、神の慈しみが非常に大きいので、神は罪人を永遠の刑罰に宣告しないと論じた。 ただし、イラリオン・アルフェーフは、自身の説明を、祈祷者などの聖教の伝統的文言に出典を、求めた上で聖教の伝統に位置づけており、オリゲネスの思想とは区別している。また、政法協会の進学とはかなり異なる別系統の神学的伝統を聖教会は有していることもあり、イラリオン主教の言説は、聖教では通常万人救済主義とはみなされていない。 2007年5月16日に、ワシントン DC の国立メモリアル協会において、キリスト教、ユニバーサリズム協会が設立された。それは、近代的なユニテリアン・ユニバーサリズムから、区別するための動きあった。2005年にローマカトリックのウェストミンスター大司教、マーフィオ・コーナー・スーキ教は、万人救済説が、カトリックの教えと両立できると主張し、 万人救済に関する彼の個人的な希望を表明した。福音派は万人救済に反対し、永遠の地獄の恐竜を弁護して、二十世紀の数十年の間に多くの出版物を出した。しかし、今日、福音派の教皇と称されるジョン・ストット、1921から2011は、伝統的かつ党的恐竜である地獄に反対する、声を上げるようになった。 日本の福音派の日本福音同盟は、第1回日本伝動会議、第2回日本伝動会議において、リベラル派、エキュメニカル派の万人救済主義を新普遍救済主義、ネオユニバーサリズムと呼び、異端として退りけている。新普遍救済主義はエキュメニカル派の万人救済主義であり、アルミニウス主義の普遍救済主義と区別される。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。